この土地に入ったらすぐにお呼びがかかるだろうと思って渡したらずーっと待っていたのだわ。なのに私の若木と来たらちっとも呼んでくれないの。バカ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 白状者。あれ何様。かわいいピクシーと契約しているんだね少し小さい頃の君を思い出すかな。どうしたんだい。でもさっきの熱烈な呼び声はちょっとすごく悪くなかったのだわ。仕方がないからあなたの美しい枝が力を貸してあげる。あら久しぶりね、マルドフィルのペオウル。あなたたちの遊びと来たら相変わらずぐる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 同じなのね。あれは私と契約した人よ。いくらこの里に留めてもあなたたちのものにはならないわ。へえ、ちょっともダメ。連れている人ならいいでしょ。ダメったらダメ。彼らがどこまで進むか見るのが私の楽しみなの。聞き分けがないとあの人のカバンの中身をこのかわいい町にぶちまけてやるのだわ。冷たくて硬い鉄とかよくわからない入れっぱなしの何かとか、それはもう大変なことになるんですからね。わかったよ。その代わりウリエンジェに会いに行く間、双子だけは遊び相手に残していっておくれ。ええ、そう約束してくれたら惑わしの術を解いてあげる。そういうことなら仕方がないね。私たちはここに留まっているから、ひとまずは他のみんなで彼に会いに行ってくれ。約束よ。じゃあ、あなたたちにもフィルニックが見えるようにしてあげる。これが本当のイルメグ。ミフィリア、そっちはどうだ。うん、大丈夫。ちゃんと思い出せたみたい。手間をかけてすまなかった。これで俺もミフィリアも道案内の役目が果たせそうだ。あなたの枝は素敵でしょ。また困ったことがあったら頼るといいのだわ。